さんに質問です、うん、何でしょうか、はい、いきなりですけども、皆さんは子どもの頃おもちゃというとどんなもので遊んでましたか。金消し、バービー、めんこ、リカちゃんの家、プラモデル。なんかずっと聞いてるとサリナは男の子の遊びばっかりだな。え、2人は盛り上がってるのに、ひろこちゃんは家、学校からね、家帰って、うん、アニメを見た記憶とか一切ないんですよ。それはさらわれて記憶を消されたりしてるんじゃないの。絶対なんか編集長とかはどんなんでしょう。ボードゲームだと出ましたね、人生ゲームとか。 あったあるある。ファミコンのちょっと前ですよね、もうね。そうですね、時代の差はいろいろありますけれども、男にとって永遠にこのおもちゃの中に含まれる要素としてロボットっていうのがあるんで、今日はですね、ロボットのゲームたくさん出てますから、ロボットのゲーム注目していきたいと思います。はい、それとですね、先週に引き続いてアミューズメントマシンショーのパート2もありますので、お楽しみに。パソコンなどで好評だったアドベンチャーゲーム JB ハロルドシリーズの最新作。ゲーム中には時間の概念があり、時間が経つと人の対応が変化するのだ。操作は俺たちだけで。アンジーハートね、17歳だったそうね。ブロック崩しの要領でアタックボールをコントロールしながら敵を倒していくアクションゲーム。アイテムをうまく利用しパーフェクトを目指せ。壮大な時代背景による歴史神話 RPG 新世紀オデッセリアの続編。武器を作るシステムも健在。戦闘では巨大なキャラがリアルにアニメーションするんだよ。CM の後は今なぜかブームのロボットゲーム大特集、そして発売間近のタクティクスオーガ、話題のゲームがいっぱいだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今週の噂のゲームはですね、私も大推薦の、タクティクスオーガなんですけど、これいいゲームですね。いいゲームですけど待ちましたね。待ちましたいつ出るかいつ出るかと思って。もともと伝説のオーガバトルっていうゲームがあって、はい、その超パワーアップ版の続編なわけですよね。そうですね。なんで遅れたんかな。やっぱり納得のいかないものを出したくないっていうことで、なんかグラフィックとかも全部やり直したんじゃないですかね。はあ、まあそれだけいいものはできてると思いますんで、早速 VTR 見てみましょう。はい、グラフィック良くなってますよね。やっぱり本当に綺麗、かっこいいですね。かっこいいね。あのアニメとかじゃなくてね、かっこいい作りになってますよね。私こういうアニメだったらいいです。私もあ、これウィンドウが開いて2つねメッセージ出たんですけどもね、あのどっちを選ぶかによってストーリーがどんどん変わっていくんですよ。例えばあの機嫌を損ねるような方を選んじゃうと仲間になってくれないやつがいたりとかね。そう、逆に仲間が変わったりとか、そういう形ですね。ゲームのシステムはシミュレーションロールプレイングゲームって言いましてね、ああやってそのコマを一つ一つ動かしていくんですけども、コマによっては足の速いやつとか、遅いやつとか、水の中入れるやつとかいろいろありまして、それを進み方が違うんですよ。あとも重さが持つ装備によって重さが違ってですね、重いもの持ってるとたくさん歩けなかったりするんですよね。で、人によって魔法を使ったり剣でやっつけたり弓を打ったりとか、それを効果的に相手を殲滅させるという、そういう風な感じですね。ストーリーがやってどんどん進んでいくんです。これはあの初心者のための練習モードみたいな、チェスの場みたいでしょ。そうですね、相方で一つ一つこう動かしていって、でその遊び方を全部ここで覚えちゃう。ここで覚えられるんですか。そうなんですよ。だからあれですよね、説明書と首っ引きでずっと見なくても、で説明書の役割をするものが中に入ってるから、変な話いらないんですよ。いいですね。こう頭で知識ばっかり入れるも知って、本当実践した方が分かりやすい。触ってみるっていうのが一番分かりやすいからね。あの歩く動くのもその素早さっていうのがありましてね、一個一個順番にターンごとにやるっていうんじゃなくて、
て自分の速いやつはもうどんどんターンが回ってくるし遅いやつはいつまでも回ってこないっていう。これヘルプって上に書いてあるんですけども、うん、これあの親切にこのヘルプ機能を押すと何でもこう分かんないこと教えてくれるんですよ。初心者用の練習モードを使ってね。何でも教えてくれる。何でもっていうか、まあ、このゲームのことはね。ああここの地形は何ですとかこのコマは何ていうコマで何かできますっていうのを何でもっていうから明日のおかずとかそんなゲームがあったら見てみたいわ俺俺んちの明日のおかずの事情に詳しいゲーム。天候とかもあります。今雨降ってましたけどもね、うん、あこれウォールレポートもありますね。これあのよくね、ゲームプレイしてるとしばらくやんなくなっちゃってそういうことあるじゃないですか、うん、あの勉強が忙しかったり塾行ったりとか、うん、そういう時この人のレポートを聞くと今どんなことをやってたかっていうのを全部教えてくれて思い出す。前書きみたいな。そうイベントを全部ここでもう一回見せてくれて、あこういうことになってたんだっていうことでまた始めることができて、すごい親切ですよね。すごい高い。前回までのあらすじ付き、うん、そうですそうです。俺なんかが思うのはね、対象年齢が男子で中学生から下手したら35ぐらいまで OK でしょ。もうゲーム興味なくなった世代の人でも、あの面白くできると思うんですけど、3人はどうですか。あのかっこいいでしょ。戦闘シーンとか あのバトルってる時のバトルってる時の、うん、あの画面とかはすごいかっこいいと思うんですけど、うん、やっぱりあのシミュレーションゲームは好きでも、うん、あの RPG っていうところになんか取り付けないとこがあるからどうかな。え、稲葉ちゃんは絵がかっこいいけど、私どっちかって言ったら可愛い方が。もう可愛いって入っちゃったらタクティクスオーガー最悪ですよね。タクティクスオーガーに土星さん出てきたら、ね、俺もうノーサンキューですわ。あ、ね、そうそう、ソリの違うんですよ。すごいね、分かるんです皆さんの言ってること、うん、最近ね、もうときめきメモリアルのこと考えた他のカセットなんでも筒抜けなんです。あ、そう、ほんま大好きで、誰かください、プレイステーション誰かください。編集長ほんまサリナずっと打ち合わせしててもこのゲームはときめきメモリアルと比べてどうなんですかっていうタクティクスオーガーとときめきメモリアルは比べられないんだよ。それは違うんだよ。全然違うです。3人ともうちらはやっぱり天才やから、そんな普通の人があこれ良さそうやなって思うことでも心動かされる。まあ、なんか3人ともっていうのはちょっと2人一緒に今されたくなかったからね、ちょっとね。でもこれゲーム今までやんなくて、将棋が好きなお父さんでもチェスが好きなお兄さんでもしっかり歯応えありますよ。これはね面白いですからね、あのぜひチャレンジしてください。アムロ行きます。ドシュー、燃え上がれ燃え上がれ、どんでんどでどでん、逆襲のシャアの巻。さあ、そういうことでですね、目の前たくさんロボットを揃えましたけども、アムロ行きます。俺もうやったから、もうやったからもうやった、すごい長くなるから、俺も君もやってるとね、あの工場特集だからこれ、はい、ね、ロボットゲームが最近たくさん出てるんで、ロボットゲーム特集を行ってみたいと思います。やってますね今ね。はい、やってるんですよ。出続けてできました ね、 これ人気があるということで、ちょっと映像なんかを見ながら行きましょうか。はい、ゼロデバース、これ売れてるみたいですよね。売れてます。これは鉄拳 の、 あのロボット版っていう感じですよね。そうですね、アンプレステスのゲームなんですけども、あんまどう作りやすいんですかね。なんか非常にこう全然実績というかこういうのあんまり作ってなかったけど急に作ったんですけど、ね、面白いですよ。すごい出来ですよね。すごい出来てますよ。すごい、あバトルロボットですね。スーパーロボットですけども、うん、スーパーロボットエッセンシリーズありましたよね。スーパーロボット対戦、すいません、うちの子が発作が出たんですけど、今アムロアムロ言ってますけど無視してくださいね。仕事させていただきます。はい、はい、シミュレーションロールプレイゲームなんですけども、うん、人気のキャラクターが続々と仲間になっていくタイプですね。ちょうどね今出てたあたりが俺らの中学生ぐらいの時のキャラクターですよね。ロボットゲームを見てて思うのはね、ガンダムがやたら人気ありますよね。ガンダム、ちょうど世代がガンダムのところですよね。そう、俺らが中1中2ぐらいの時によくね、ガンダムのプラモデル買いに行って並んでね、潰されて大怪我とかそのいっぱいいましたね。いましたよ、上野のデパートに一人おりましたわ。俺らの頃はもう普通の子もみんなガンダムは取り合いしてましたよね。そうですよね、もう本当ブームでしたよね。ねえ、じゃあガンダムのゲームもいっぱい出てますね。ちょっとまとめて紹介しましょう。出てるんですよ、これが。これでもかっていうぐらいガンダムのゲームです。機動戦士ガンダムのクロスディメンションですか。これやりました。アムロ行きます。もし反応して騒いだからまたアムロ行きますっていう言葉に。バッと見ないシミュレーションゲームとかっていうか、こういうこの手のタイプっていうのはやっぱり画質的に損するんですけど、やるとハマり
これは面白いですね。ガンキャノンが育たねえんだこれ。これかっこいいですね。いや、ジュウソウやかっこよかったよ。ジュウソウそういうね、質が全部入ってるんですよ。あのね、音がね、ほとんどね、アニメのガンダムと同じ音を使ってるんですよ。そう、歩くときもじゃ、ミンダ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 って歩くし、会話になってるんだこれね。すごい綺麗。せっかく刑事長説明してるのに。はい、いいですか。はい、はい、はい、すいません。一生懸命聞きます。はい、ヒア伊集院聞きます。ダルナ聞きます。いいです。もういいです。頑張ってください、皆さん。シミュレーションのロールプレイングっぽくてですね。で、まさか駒を動かして、で、あ、ね、あ、こういう感じの子様でも帰りやすい、非常に楽しい、ね。なんかウルトラマンかガンダムかわからない。かわいいですね。いやいや、なんか横で、ね、横で編集長がしょんぼりし始めちゃったもんだから、俺らあまりに聞かないもんだから聞いてください。はい、スーパーミルクもですね、新機動戦記ガンダムのダブルダブルですね、これね。お、スーパーミルクです。これが今やってるガンダムですよね。そうですね、はい、今テレビでやってるガンダムがこれだと思います。これはただ単純な格闘ゲームですか。一つっぽいですよね。うん、うん、いや、かっこいい。ガンダム同士が、ちょっとこれはスーパーマミコンですか。こういう声を好きです。スーパーマミコンですね。買います、買います。いつ出ますか。もうすぐ出ます。もうすぐですか。はい、これ10体ぐらいのあれですよね、はい、モビルスーツを自分で使えるんですよね、はい、ガンダムって俺は小学校5年の時に一番最初のガンダム始まったんですよ。それでいて今もうすでにいろんなシリーズのガンダムができてるわけですよ。で、一番最初の世代の人たちはもう作る側に回ってるんですよね。そうですね、制作者に入ってますね。作る人なの。だからこだわりがいっぱい入ってますよ。ちっちゃい頃になんかそういう思い出を作った人が元となっても作るぐらいの制作側に立ってるってことですか。実際この他にもね、あと2つのガンダムの横スクロールのアクションとかシミュレーションゲームとかありまして、はい、本当にガンダム大部分の真っ盛り、真っ最中ってことですね。そうですね。で、それとですね、ロボットといえばですね、さらに気になるゲームがまだありますね。あるんですよね。とっておきの映像があります。見てください。あのフロントミッションのシリーズっていうのは、まあ、去年というか今年の春に出ましたけども、あれの2ということで、2というか続編ということで、うん、あのあれはあのバンツァーっていうふうに言ってるんですよ、ロボットの中に人が入ってるやつを、うん、そのバンツァーを使った、シリーズのガンハザードっていうゲームなんですよ、うん、こうやってあのこうマップ上動いていってですね、うん、あの実際プレイに始まるとですね、横スクロール型のアクションゲーム、シューティングゲームっぽく、アクションゲームなんですか。アクションゲームっぽいんですけども、ここであのボディにそのパーツをどんどん装備していって、うん、マシンとしてのパーツアップをしていくんですよ。それによって強さが全然変わりますし、うん、あのああいう形で進んでいくんですけど、敵が出てきて倒すと経験値と、それからまあユニットのお金みたいなものがもらえて、そのお金どん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 あのパーツアップしていく感じですよね。これはこの辺はフロントミッションシリーズのあの進行調といいますかね、一番いいところですよね。前回はまあシミュレーションだったのが、今回はアクションゲームにちょっとそういう要素を入れて、そうですね、経験値がたまるとあのプレイヤーの中に入っている人間があの強くなるので、あのロールプレイングゲームとしての楽しさとアクションゲームとしての楽しさを合体させたものになってますね。自分のロボットが作れるっていう意味ではまた新しいすごいゲーム出るんですよね。ゼクシードっていうゲームなんですけど、ね、ゼクシード、あのプレイステーションの本体のメモリーのところにですね、あのカードっていうかロボットのからったコードを突っ込むんですよ、うん、でそのロボットと同じものが画面に出てきて対戦格闘ができるんですけども、このロボットがですね、そのパーツを自分で組み替えることができるんですよね、はい、で例えばこのこれ縦、これは違うんですけど、例えばこの縦を取ってこっちのロボットの縦にくっつけたり、縦の代わりにこれちょっとミサイルランチャーをくっつけようとか、なぎなた持たせようとか、うん、足をキャタピラにしようとか、自分でパーツをくっつけて、それをあのロボットでやるわけですか。それ本物のその人形でやるんですよ。本物のやつにこう付け替えて、そう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 、ほんならそれが画面で、画面でそれ戦ってるの。そしたら冷蔵庫から大根出して大根つけたら大根出てきますか。君は何を言うてるんや大根の上にガンダム描いてダーンって乗せてやったら大根の上になってガンダムヒューそれはお前が作れ、もういいからな。好みはたくさんあると思いますけれども、はい、まあ、これもどっちかっていうと男の子向けの今日は特集になったかもしれませんけれどもね、こういうことまでプレイステーションできるようになってきてる、ゲームはできるようになってきてるっていうのをですね、ちょっと注目しててほしいと思います、うん、先週に引き続いてですね、今週もここアニメとショーの情報を皆さんにお届けしますのでね、では行ってきます。
早速チャイルドさんと2人でやってみたいと思います。システムスーパー24を利用した全く新しいオフロードレーシングゲームです。5つのステージを岩山などの障害を巧みにクリアしながらゴールを目指します。今年の、秋には皆様に遊んでいただけるように全力開発中です。ご期待ください。なんか今浮いて、あ、そっか、いいんだ。ちょっと待ってくれ、ちょっと待って。すごい、だからハンドルがガタガタしてるからハンドルが取られたりとかするから難しい。うわ、あ、なんかもうダメみたい。え、どうしたんですか、チャイルドさん。終わっちゃったみたい。そう、だって、何やってんの。ダメだったもん。落ちた、落ちた。今回、ナルコの大注目の格闘ゲームがこのゲームです。ソウルエッジ。様々な武器を使った個性的なキャラクターが繰り広げる全く新しいタイプの武器格闘ゲームです。システム11をフルに発揮して立体的な攻防が楽しんでいただけるようになってます。皆様に早くプレイしていただけるように全力で開発中ですので、ご期待ください。それではね、続いてこのガンシューティング、はい、なんだタイムクライシスをやってみたいと思いますけれども、あ、アイテムあれだ、アイテム隠れるから、うん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 、ちゃんとなんか考えてやらないと。足と手をね、できるっていうのがやっぱり、そうそう、でもやってるうちに分かんなくなっちゃうんだよね。面白い、絶対面白い、うん、いろんなゲームが一堂に集まってるアミューズメントマシンショー、中にはこんな変わったゲームも展示されてましたよ。いくぜ、ヒーローたちが大激闘を繰り広げる対戦格闘ゲームの決定版です。皆さんよくご存知のスパイダーマン、ハルク、キャプテンアメリカのほか、 X-Men からはウルバリン、サイロク、マグニートなどの人気のキャラクターが登場します。 X-Men スタッフが再結集し、さらに面白くなったマーブルスーパーヒーローズ、10月にゲームセンターに登場予定です。どうぞよろしくお願いします。ほんまにテレビで見てる？アニメ見た。そう、X-Men？スパイダーマンの真似。
そしてそしてビッグニュース。何チャイルドさん、見てくださいよこれ。あー、等身伝じゃないですか。そうなんですよ、プレイステーションで人気を呼んだあの等身伝がなんとアーケードまで出るんですって。驚きだよね。すごい。じゃあこれもまた家庭用に移植されるんですね。わあ楽しみ。カプコンブースはこれだけじゃありませんよ。まずはこれ、ロックマンザパワーバトル。なんとロックマンがアーケードゲームで登場。あの熱いアクションがゲーセンでも楽しめちゃうのだ。そしてカプコン伝統の人気シューティング19シリーズの最新作も登場。連打しまくりの攻撃は気分爽快だよ。いや今回も面白そうなゲームがたくさん。そうなんですよ ね、 ね、2回に分けてねやったんですけど、うん、本当に私がね一番おすすめやなと思ったんが、うん、あのナムコのタイムクライシスってあのバン打つやつ。あれ面白そうだったね。面白い、面白い。私あれすごいやりたいです、うん、あとさレースのゲームだってさ普通こう道路を走って体がこう揺れるだけでもすごかったのにさ、うん、あのダートのやつ、そうそうそう、あれ面白そうです。なでだからハンドルが取られるんですよ、もうあの、うん、揺れてるし酔いそうですけどね。ダートダッシュ絶対用じゃできないよなずっと揺れてるから。ほんで、うん、あのあと雪のだから、雪原のところもあって、うん、そこは滑るんですよ。でもあんな揺れちゃっててさドレッシングなら混ざっちゃうよな。でもあの元気にレポートをしてきてもらったんですけれども、はい、今週でですねあつこちゃんとひろこちゃんがですね、芸方を卒業。そうなんですよ。そうなんですよ。泣くとこ泣くとこ泣くとこ涙一つずつ。よかった、思い出を語るから芸方の思い出をずっと、ね、何があったっけ、何があったっけ、はい、思い出深いことあるでしょう。だってひろこちゃん1年もやってたんだよ。ですね、あのねセガサターンのねゲームに出れたこと。あ出ましたね、キャラクターで。あっちゃんは。私はあのみんなで外で、うん、あの何ていうの遊びに行ったっていうか、ロケ。あ、その時一緒に行ったのか。あれなんかああやって外で、あ、いなかったいなかった。されないんですけど、こうすごいはしゃげて、うん、面白かった。面白かったんですけど、うん、私いつもなんか嫌な目に遭うからロケに行くと。嫌な目に遭うって全員楽しいゲームでも一人で真っ青な顔してる。ってなってるよ。かわいそうなのは一番私ですよ。なんで2回目の。ああ、君罰ゲームであの変な空中回転みたいなのやらされて見せ物になった。君は君でかわいそうよ、まあ、ということでですね、2人は卒業してしまいますけれども、あのサリナの方はまだ僕らの保護観察官にありますので。そうなんです。芸方これからまだまだです。続いていきますんで、まあ来週からも楽しみに待ってみてください。ほいじゃあ、はい、バイバイ。バイバイ。ありがとう。1日に発売された私鈴木紗理奈の初めてのフォト CD バラドールを5名の方にプレゼント。番組への感想要望を書いて送ってね。待ってます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。